私たちはこちらスマートウェルネス体感パビリオンの前にやってまいりました。いや、まこさん、ここではね、木を使った、はい、なんか生活の魅力、はい、っていうものをなんか体感できるみたいなんですよ。あら、もう好きすぎちゃってどうしましょう。いや、もうその感じが今日衣装出てますけどね。やばいっすね。ちょっと非常に楽しみだね、顔ね。じゃあ行ってみましょうか。早速行ってみましょう。行ってきましょう。私はナイス株式会社国際事業部国産財振興室というところに所属している高見亜希と申します。よろしくお願いします。お願いします。まずそのスマートウェルネスって何だろうってなると思うんですけど、はい、ここのパビリオンでの定義というのはスマート住宅ということで環境に優しい、はいはい、でウェルネスということで適切な温熱環境があり睡眠環境、安心安全な住まい環境、正常な空気環境を持ったものというものをスマートウェルネス住宅と呼んでいます。それでこちらのスマートウェルネス体感パビリオンというところでは2015年初回のウッドデザイン賞で入賞させていただいてまして、はい、こちらでは木材の調湿機能というものを見ていただくんですけれど、はい、よく木がその湿気を吸うだとかそういう話をされると思うんですけど、はい、では実際どれくらい吸ってるのかっていうのも確かにどれくらい吸うんだろうね、はい、見ていただきたいのがこちらになるんですけれど、はい、朝社員が来た際に熱いお湯を入れて中に入れまして、はい、湿気をでいっぱいにしてどれだけ湿気を吸うか、うん、なるほど、はい、したら木たちがね実験しています。湿度 66% が普通の部屋になります、はい、こちらが床を無垢にした時にどう変わるかっていうものですね、はい、湿度 62% やっぱり 4% 吸ってる。そうなんです。これは湿度 64%、はい、木の上に膜を張ってしまっているのでその分ちょっと湿度調整が、ね、こちら下が無垢の木 のフローリングで壁をシラス塗りにしたものです。これ湿度 62% あら、すごい吸ってる。なのでそれだけやっぱり木っていうものが水分を吸ったり吐いたりとかしてしてるわけですね。はい、ということでね、皆様、はい、もっとね詳しいことを、はい、聞きたいと思いますので慶応義塾大学の伊香川先生にお話を聞きたいと思います。お願いします。はい、伊香川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずここに比べルームっていう部屋があります、うん、比べちょっと早速中に入って体感をしてじゃあ行ってみましょうか、はい、皆様、ね、どうぞどうぞ。まずこちら無断熱ルーム、古い住宅、はい、実は壁とか床に断熱材がない。ほう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 、昔の感じですね。それから今度は高断熱ルーム、はい、これからの住宅ってありますけども、はい、見た目全く一緒です。見た目実は両方が一緒なんですけど、一緒に見何かが違うっていうのをまず、この部屋に入って確かめる。本当ですか。失礼します。失礼します。重い。実は断熱はしていないんですけど、ここにエアコンがあります、はい、でここで実は暖かい風出して暖房してるんです。まあ、17度ぐらいしかない。あ、結構冷えてますね。17.2度。はい、そうですね、ひんやりしてますね。確かに、ちょっと感じ違わないですか。なんか僕より冷たく感じちゃいましたけど、これよく脱衣所とかにある素質だな。あ、そうですか。濡れてもしょう、はいはい、この床だとですね、よりその体温を奪って、ああ、やっぱそうなんですか。だから冷たいって感じになるんですね。ところがこっちのそのヒノキの、まあ、無垢材って言われてるのは、はい、こちらだと実は熱も伝えにくいし、熱も溜めにくい。体温をあんまり奪わないです、ね。はい、もう一つはここに血圧計っていうのがあります。はいはい、ちょっとこっちに似た場合とこっちに似た場合で、このぐらい血圧。そうなんですか。っていうのをもうそんな変わるんですか。温度計で当てると 15.7 度。さっき17度に対してこの窓ガラスがもっと冷たい。で、実はこちらの部屋の窓はガラス1枚。1枚、はいはいはい、要は体温がどんどんここに吸い取られて、冷気も入ってきちゃいますね。体温が下がろうとするので血管がキュッとしまって、それでまた血圧が。わかります。あ、ですよ。あ、高い。これですよね。さっき17度でしたけど今度は 20.6 度。あ、こんなに変わるんですか。窓ガラス、はい、でさっき15度でしたけど今度は、まあ、19.5 度。うわ、だから5度ぐらいも表面温度。うん、で実はちょっとこうガラスをよく見てもらうとペアガラス、ペアガラス、ああ、
でもさっきよりこう脱衣所行った時の寒いなって感じがします。さっきの部屋よりもあったもちろん暖かいと感じますが、こっちに入ってもらうと、なんかもうさらになんか暖かい。床暖房入ってますかって聞いてしまう。なんだ、いや床暖房は全然ひんやりした感じがないんですよね。で実はその都市伝の木って熱を伝えにくい、体温を奪いにくい。ああそうなんですね。なんかその効果でそれでこうホッとする。今こちらに2つの画面がありますけども、はい、0.36kW。ああ電気代にするとこの、はい、まあ、約10円、 CO2 が0.10円。おで今度下の画面は次に入ってもらった断熱のいい部屋ですけど、まあったかいってだけではなくて電気の使用量が 0.21 ですから、まあ、4割ぐらい少ない。少ないですね。それから実はここが大事なポイントですけど、電気をあんまり使わずに済むと実は CO2 の排出も少ない。はい、なるほど。 0.1 に対して、そういう意味で断熱が良くて上手に気を使う家はまさにスマートです。へー、これがまず断熱材使っていない昔の家の壁。ほう、スカスカ。ああ、なるほど。もうシンプルですね。熱はどんどん逃げるし、壁は、まあ、確かに。ですけど、ここがその要は木を材料にした断熱。実はこの新聞紙をそのほぐして、それが断熱材になってる。あ、そう。まさに自然の断熱。はいはい。ちょっとこれは新聞紙をほぐしたんじゃなくて、木の今度繊維に。あ、いいですね。要するに空気の層をいっぱい取り込めってことで、そうですね。なんか調湿効果もありそうですね。そうですね。調湿効果。あ、今度これ使おう俺。やっぱちょっとレベルが高いな。話のレベルが高いな。先ほどこう木の床があったかく感じて、はい、はい、ありましたけど、じゃあ他の材料だったらどうかっていうのをちょっと触ってみてほしいですね。違います。熱伝導率違いだですね。触ってみると冷たい。あ、これ結構冷たいですね。あ、全然違います。もうあったかい。あと見た目の違いっていうのが実はここでちょっと模型があるのでちょっとそれぞれ覗き込んでみます。あ、なんか可愛い人形がいますよ。はい、隣の部屋。なんかこっちの方がぬくもりがありますね。実はこっちは白っぽいんだけど、その紫外線の成分があって、刺激が強い。あ、確かにもうちょっとギラギラです。直でくる感じですか。その紫外線、その目に刺激が来る紫外線を木が吸収してくれる。あ、そうなんですか。それからもう一つ、はい、木の良さ、香り。やばいやつ。香り。まあ、いろんな木があります。まあ、代表的なのが日本で代表できます。杉ですよね。それからヒノキ。はい。やっぱり自分が好きな顔、木のどれかっていうのを知っとくのもいいですよね。個人的にはヒバが好きです、僕は。ちょっとまた一個先行ってんな。ヒバ。僕はね。はい、ああ、なんて言えばいいんだろう。ちょっとエッジのある匂いでしょ。なんか結構癖の強いというか。ああ。これはちょっとレベル高っ。高いですね。多分ね、おばあちゃんの家っぽい匂いは霧とかだと思う。懐かしい匂いは霧のタンス。ああ懐かしい匂いします。なんか僕らなんか定食にしてるみたいなんですけど全くね違ってね、はい、でもこういう木の香りも今香水とかにも使われてたりしますもんね。そう、はい、します、します。木の香水つけてる女子がいるの、うん、混ざってるんですよ、いろんな今日一のテンション。ヒノキの香りとかも。なるほど。はい、まあ、エアコンもありますけど床暖で、床暖で、あったかい。あ、ほんといいな。いいね、床暖。温室床暖房はやっぱりね、それに変わる床暖房はありですか。温室床暖房はありです。はぁ、すごいすごいすごい、すごい。はぁ、いいお家ですね。入ってきたらちょっと暖かいね、なんかね。この住宅の断熱材がさっき見てもらった、はい、新聞紙を用意して。
それからあと、さらにこの木の繊維、断熱繊維、さらに外側に、バッチリ、はぁ、確かに暖かい。それは暖かいね。あとちょっとこう、上見上げてもらうと、その木の張り、やっぱこれもその見た目の安らぎ、こういう木があることで、その照明から出るその刺激の強い、なるほど、あの光を吸収してくれこの家の色の配分大好き。おー、木の家っていうとやっぱりほら床も天井も壁も全部木っていうパターンを使われる方もいらっしゃるけど、はいはい、俺個人的にはこの白もあって、うん、木のこのコーヒーバランス、それを実際こう比べる部屋っていうのがあるの。何、先生の調整してるんですか。いえいえ、普通の部屋。普通の部屋、はい、普通の部屋ね。ワンルームマンションとかありそう。ありましたね、本当に。今のこう木のように見えますけど、実はこれが塩ビの床、まあ、木目くるとか、それからあと実は天井にも、天井の木に見えますけど、実はこれも塩ビ。香りが違う。全然香り、好きだわ、ね、これ杉の板ですよね。そうです。うわ、なんかかっこいい。これはあの杉の木材。うわ、あったかい。え、もう何も入ってないですよね。何床何も入ってないです。もう裸足になって入ったのも全然違いますよ。それからちょっと天井、まあ、天井もあの実は杉材なんですけど、ちょっとここは一工夫があって、あのスリット、はい、あの溝を切っていることで表面積が増えて、香りがよく出るような。実はあのこの2つの部屋に、あの2番ずつ、あの3日間ずつ実は大学生にここで寝てもらう、はい、その睡眠の状態を測定をします、はい、あとそれからあの心電図を取って自律神経の状態、はい、緊張とかリラックスっていうのを見るんですけど、そうするとこっちの部屋で寝ていた時の方が寝つきが早いんですよ、あっという間に眠れる。そんな変わるもんなんですか。はっきり言ってます。それからあと一晩中の熟睡時間もあのさっきの普通の仕上げの部屋よりもあの一晩中の熟睡時間も長くなる。朝起きて、食事をした後、今度はあのサラリーマンの想定で、会社員になった想定でその、まあ会社のオフィスであの仕事をしてもらって、はい、まあ、英語の文章をあの入力あのパソコンで打ち込む、はい、でその成績の違いをこっちの部屋で寝た後の成績と向こうの部屋で寝た後の成績がそのかなり違うっていうのを実験をした。実際違かったんですか。あのその点数もはっきり言ってた。本当ですか。あと実はあのこの部屋でですね、今度壁まで全部木にするっていう実験もやりました。であの全面木にしてしまった時は自律神経がちょっとこう緊張気味になって眠りも悪くなる。木の仕上げがこの、まあ、半分ぐらい、はいはい、でそのぐらいが、まあ、ちょうどいい感じ。なるほど、すごい。この部屋すっごい気に入りました。引っ越したいですね。引っ越したいし、なんか大事な仕事の前の日ここ泊まり来よう。泊まりたいですもん。ね、ここ泊まり来よう。ここちょっと。なんか気持ちの重心がドンって下がるんだよ。ああ、なんか方に行くとちょっと重心がクッってなってる感じ。なんか落ち着く。肩の力が抜けるというか。ね、さあ先生、お話をたくさん聞かせていただきましたけども、くまいちゃんどうでした？いやもうこれだけ断熱材がすごい。人間の体にとって素敵なもの、はい、いいものなんだっていうのを知ったので、しかも美容にもいいですもんね。木を最大限に使った家を家に住みたいなと将来思いました。ちょっとね、はい、頭も良くなる部屋だったからね。いやちょっとそれ絶対つけます、ね。はい、さあ誠さんいかがでしたか。はい、僕もやっぱりね、こう木を使った家と一言で言っても、はい、まあまあログハウスみたいなやつからもう全部ほとんど目に入るもの全部木っていう家もありますが、こういうバランスの、まあ、都会的でもありモダンな、はい、このバランスは好きですし、やっぱ改めてね断熱性の必要性をこれからも意
ろんなところで発信していきたいなと。でも真さんの知識すごかったもんね。もうすごすぎて、もう先生でしたね。先生ありがとうございました。今日はありがとうございました。里山里海以降2018ということでね、3月31日4月1日パシフィコ横浜で開催しております。ぜひ皆さんお待ちしております。いいね、待ってみよう。